親父はまあ外国航路へね乗ったって、非常にまあ家庭的にもね不自由もないし、物々の不自由もね、非常にいい生活をね、時々は神戸の方やらね、あの方行って、親父が乗ってた大きな船へね連れて行ってくれたりね、非常に生活は安定まあしとりましてね、まあまあ豊かな生活を当時すればね、まあ、よかったんですよ。それがもう終戦になるも20年の前で19年だったんですかな。もう親父も怖いでしょう、もう 戦争がね、なっていつ沈没されるかわからんということで、親父がやめとったんですよね。まあ、少しはまあ蓄えもあったんでしょう。まあ僕らはずっと休めてくれたんですから、まあよかったんですがね、その原爆を境としてね、かなりのものを焼けましたからね、もう。それは物はない、なくなるし、まあ、蓄えをどういうふうにしとったんかよう分かりませんけどね、今度は生活苦がね、待っとりまして、その生活苦にね、耐えられん、親父も苦労をかけたなという思いがするんですよ。食べるもんがないからね、どうしても田舎の方にね、米やら何かね、お野菜でも何でも、もらいに行かないかんわけですよね。それをまあ親父が自転車でね、当時自転車で市内からとね、10日に1回ぐらいだったんですかね、行っては、金よりも当時は物と物々交換ですよね、物。それを少し田舎の方にまあ疎開しとったんですよね。まあもし空襲で焼けたら何もなるか、少しのものを田舎へ、そのものをね、まあおふくろの服やら着物やらあったんでしょうよ、親父のもの。そういうものと交換せんと、なかなか米と、ま、あれは食べるものにね変えてもらえないと、こういうようなこともありまして、それを調達するのにね、親父はよう家族をね、親父の女房であるおふくろと僕たち子供3人でしょう、それをね、よう養ってくれたなあというのをね、感じます。だから家ではもう贅沢はできませんわよね。もう、芋を食べたり、おかゆを食べたり、いろんな米の中に、大根も入れとったな、大豆のようなのを入れてね、いっぱい一緒に寝て、まあ、とにかくは満腹感だけですよね。美味しさ、のんよりも満腹感だけをね、まあ味わわさせてくれたなというようなねことで、それが3年ぐらい続きましたな。まあ原爆の悲惨さで言うものもね、確かにありますがね、親父がね言ったのはね、家を焼かれたも腹が立つしね、それは物が焼いたのもね腹立つがね、家いいものは建てりゃ立つんじゃと。だって思えばね、まあ、田舎に、まあ、親父の財産はちいたあったんでしょう。山の木を切ってね、くれば家はないと建てられると。それはね、日々食べることのね、この苦労がね、大変だったということは、その方が嫌だったということをね、まあ、時々口にしたりましたが、なるほどなと思いましたね。毎日でしょ、3度3度ね、食べていかないといけない。それ僕らもまだ中学のね、2年生頃、3年生頃の一番よく食べる時ですわな。その食べる時にね、食べるものに不自由したいうことがね、まあ親父の兄貴さんも田舎だったもんですから、時々米を送ってくれたり、食べるものをね、あれをまあしてくれましたけどね、それもまあ、ご飯を食べるからすぐなくなりますわね。そしたらもう、いわゆる、まあ、たけのこじゃないが玉ねぎの生活ですよねか。そしたらね、まあ、家のものも、かなりのものを親父はあの時やったなというのをね、子供心に思い出しますね。だからそれが戦争の悲惨さなんですよね。怪我したり、やけどしたりしたら、俺はね、日にちが経っては治りますよ。治ってくるし、家も焼かれても、それも建てればね、家を一軒、まあ、豪華な家でなくてもね、掘ったて小屋何にしろ、雨風をしのぐぐらいのね、家建てればそれはできるんです。じゃあ食べることのね、意味でひもじさ、こういうものは耐えられん何かがありますよね。それをうまくね、よう苦しさをあれしてね、ようやってくれたなというのはね、今でもそれ思いますよ。
まあそして3年ぐらいしたのが、まあ、兄貴もそして兵役から帰ってすぐまた就職をしてね、まあ少しは収入もあるようになるし、それでおふくろは今で言うパートですよね、そこへ働きも行くこともできたし、親父も親父としてね、まあどっか守衛さんのような形でまた就職をしまして、ね、私と妹だけですよね、無収入は。だからそういうようなねことでいい方向で行き出したらね、幸せなことを感じましたけどね。でもあれですね、したね、生活苦というものが戦争の悲惨さというものをね、ぶち壊しやがったなというのがね、それをね、いまだにこう、腹立たしさ感じますね。